南城市は沖縄本島南部の市で2006年1月1日、島尻郡の佐敷町、知念村、玉木村、大里村が対等合併して誕生した。当初は佐敷町、玉木村、知念村と与那原町の4町村で法定協議会を設けて協議し、新市名も東方市に決定していたが、新市長者の位置で合併前に、 与那原町に決めるべきだと主張する与那原町、合併後に決めるべきだと主張する山町村との間で折り合いがつかずに協議が結立し、与那原町を除く山町村と、ハエバル町、コチンダ町、串し村との合併協議が破談となった大里村で新たに法定協議会を設置、合併にこぎつけた。沖縄県内11市の中で最も人口が少なく、 かつ、唯一警察署と高校がない。警察署は、与那原町の与那原警察署管轄地域。高校は、公立の場合、与那原町にある県立知念高校に通う生徒が、多い。沖縄本島南東部の一部徳高島、大東からなる。旧大里村域をヌーハ川が、清流。旧玉木村域を、夕日川が南流する。住居表示は月城を除き。 いずれもあざなの前に、九長尊名がつく。あざなが、九長尊名と同一の場合も同じ。いずれも、九尊名の玉木があざなの頭につく。いずれも、九尊名の大里があざなの頭につく。いずれも、九長名の佐敷木があざなの頭につく。いずれも、九尊名の知念があざなの頭につく。南城市佐敷木玉木。 一年の旧山町村にまたがる通称月城の町、おじとして新設する案が平成24年9月定例会で可決され、平成25年4月1日から南城市あざ月城が誕生した。いずれも島尻郡市庁舎農業と観光が主な産業市内には高校がなく、公立の普通高校はそれぞれ市に隣接する、地念高校、または公業高校に通う。また、 沖縄小学など、那覇市の学校に通う生徒も多い。以下の路線が市内を通っている。下表の運行会社の、龍は、琉球バス交通の路線、沖は、沖縄バスの路線、東は、東洋バスの路線、お出かけなんじーという乗り合いタクシーがある。出発30分前までに予約し、下島内を除く南城市内の任意の場所で、乗降が可能。 地年体育館地年郵便局佐敷地区大里地区、玉木地区地年地区地年三崎公園。沖合に下か島特、中島が浮かぶ二来かな郷を2007年より、あざま、三サン,サンビーチにて、毎年9月に開催。2007年より、あざま、三サン,サンビーチにて、毎年3月に開催。ありがとうございます。